格闘技の話題。お、こんにちは。AKNLA さん。あのね、クロノトリガーめっちゃ面白いですよ。カロサワさんじゃない、カロサワさんじゃない。カロサワさんはちげえ。ゲーマーだけどいつも負けてる。いつも勝ってっから。優勝ゲームやってましたよ。FIFA はやってないっす。カエル、そう、カエルがかっこいい。聞いたことあるんですけど、なんかクロノトリガーの面白いって聞いたことありますね。いつも負けてますよ。いや負けてねえから、全部勝ってっから。やめて、ちょっとさ、クロノトリガー名作っすよ ね。ゲームなら勝てる。いや勝てねえ、ゲームこそ勝てる。教えてください。いや、てっぺん自分来れば教えますよ。帽子かわいいっすよね、これ。ゲーム、いや、あの、たまに負けるってだけで、負けてる時がちょうどあの連れというか、あの人がいるだけで。帽子も結構集めてますね。そう、あ、そうだ、二十歳になったんで、帽子皆さん、なんかおすすめくれたら嬉しいです。朝倉さん、帽子くれたら嬉しいな。あ、じゃあ負けてる、負けてないから。名字かっこいい。よくやります。断る。はあ、軽くない。この帽子はブラザー帽子です。ブラザー帽子、ペールワンズのブラザー帽子。埼玉で見に行こう。来てください。もうね、チケットがほぼないんでね、急いだ方がいいと思います。アザースカ見た。おはようございます。マーラインもね、前にも見たんで。あと走るコースで、マーラインありますよ。お、チケット取ったのに着なくなっちゃったんです。もし誰かに。もらえたらありがたいですね。ラージもたまに。ボルトのコラボね、あれいいっすよね。ナルトのコラボか。あの黄色いやつかわいいっすよね。タの帽子、今ねシンガポールなんで、あともう一個ぐらいしかないですね。格闘技の話題。